高卒が唯一生きれる職業、現場の親方。どうも、社会に出たくない霞の霞です。まあね、今日は久々に学歴系について語っていこうと思うんだけど、まあ俺の、ね、大学の春休みには友達と旅行とか友達と遊ぶとか、まあ、そういうものを存在せずにね、あの、ツイッターのね、浪人界隈を、ニヤ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 しながら、眺めてる、まあ僕はね、まあ気持ち悪いね、もうお先真っ暗なゴミ野郎なんだけど、まあ今日はだからその、浪人界でもね、よく見かける仮面浪人について、まあ話していこうと思うんだよ。まあメリット、デメリット、そして仮面浪人のコツ、まあ僕、俺も仮面浪人してるから、こそね、言える。ものをね、語っていこうと思うんだけど、はい。じゃあまず仮面浪人っていうものを知らない人向けに説明をすると、まあ、この、ウィキペディアの文面にある通り、まあ、要は、大学に在学しながら、自分の志望校を目指して受験勉強をするってことで、まあ、大学にいながらね、また大学に入るための勉強をするっていうね、まあ本当に意味がわからない行為で、まあこの行為をね、最初に考えた人間っていうのは本当にね、どれだけ土地狂ってんのかなって僕は思いますけどね。はい。でまあ、でも俺自身もそんなこと言ってるけど、まあその親に予備校行っていいよって言われたにもかかわらずね、あの仮面浪人を第一選択にしたね、あの土地狂った人間なんですけど、はい。まあということでまずね、仮面浪人のメリットは2つ、そしてデメリットも2つかな。うん、俺の中ではね。ということで、まず仮面浪人のメリットその1。あの、滑り止めの受験がいらない分、自分の志望校に対策の時間、重きを置きやすいと。まあ、これはどういうことかっていうと、やっぱ普通の浪人をして、例えば、あの、二浪して、二浪はダメだよみたいな。一浪で決めなさいよみたいな。一浪で大学入りなさいよみたいな過程だと、まあ、多分その自分の志望校以外にもなんかレベルの低い、あの、滑り止めも受けさせられると思うんだよ。で、まあ、国立の受験はわかんないけど、とにかく私立はやっぱりその直前の赤本を解く、過去問を解くっていうのが本当にあの重要だと思うし、とにかくその私立の大学別の学部別の対策っていうのが大事だと思うんですよね。で、やっぱりその滑り止まったは言えど、あの一日ね、試験会場行って、まあ緊張感、ちょっとある中で、まあ、やるってことで、まあ、疲労感っていうのがあって、またその志望校対策の時間が削られるっていうのもあるし、まあ、そもそもその一日の試験で志望校の対策をする時間がね、削られてしまう。しかもそれこそ複数滑り止めを受ける場合だったらね、あの、結構な時間になってしまうと思うので、あの、ちょっとそこはやっぱ悪影響なのかなって思います。その普通の浪人をすると。一方でも仮面浪人だと、もうその自分の在籍校滑り止めがあるってわけで、あの、自分のもう滑り止めを受ける必要がないから、自分のその志望校の対策にずっと時間を割くことができるし、そういった面ではやっぱり、仮面浪人っていうのは、あの、そういった面では、とてもメリットがあるのかなって思います。はい。そして二つ目。大学というもの、大学生というものを、一足先に知ることができる。まあ、これは、その、要は、自分の志望校に入った後でも対応がしやすいというか、大学っていうのは、こういうものだよっていうのがある程度知れるから、あの、大学の勉強とかにも、それちょっと馴染みやすいのかなっていうのを思います。まあ、俺はあれなんだよね。俺はその、仮面してた場所が緩すぎて、単位とか取るの緩すぎて、あの、これでいけんだろうみたいな。新しく進学した先でこれでいけんだろうみたいな感じでやってたら、まあ、あの、14単位落としてしまったんですけど、まあでもやっぱりそういう大学の履修の概念とか、単位の概念とか、いろいろそういうのが、もう、事前情報があったから、そういうことは全然、はい、大丈夫でしたね。あとはやっぱりあの、その学生証とか、もう学生証とかもあるから、その、まあ、予備校もあるのかな、予備校もあるのかもしんないけど、あの、学生証とかもあるから、学割とかも、ね、使ったりできるし、まあ、俺はあれですよね、あの、運転免許もその、一応その、浪人生ではあるけど、
身分は腐っても大学生なんで、俺も自動車学校行ったりしましたね。はい。学割はちょっと学生証が見せんの恥ずかしくて、ほとんど使わなかったんですけど。はい。まあそういった、だから、メリット。まあ他にもあるんだけど、俺がパッと思いついたのはこの2つかな。で、まず、次デメリット2つね。1つは、遊びの誘いを断る理由付けがだるい。まあ別にその、仮面浪人してるから遊べないみたいな。もう、ぶちまけるというか、暴露してもいいと思うんだけど、ちょっと俺は、怖くてできなかった。だから、いろいろ、まあでもやっぱサッカー見に行こうぜとか、野球見に行こうぜとか、カラオケ行こうぜ、ボウリング行こうぜみたいに、まあ誘われるんだけど、まあそりゃ、全部断ったわけじゃない。俺も行った。2、3回は行ったけど、まあほとんど断ってたんだよね。で、やっぱり、そういう時に、やっぱ受験勉強しないとだからね。断らないとだけど、まあ、やっぱ受験勉強、大学の受験の勉強しないといけないみたいに、それで暴露したら、まあ、A みたいになるし、いちいち説明するのがだるいっていうのもあるし、ちょっとそういうこと言ったら、嫌われるじゃないけど、疎遠になるみたいな。そういうのが嫌だったから、もういちいちおばあちゃん入院なんて一切しないけど、おばあちゃんの入院のお見舞い行かないといけないとか、ペットを飼ってないけど、ペットが死んじゃったとか、そう、適当な理由をつけて、勉強をね、してましたね。約束を断って、はい。まあ、本当は遊びたかったっすよ。やっぱりそういう 余裕があったけど、でもやっぱり自分が、勉強してるってあれがあったから、遊べないと。はい。それはデメリットかなと思います。で、デメリットその2、勉強時間が取れない日が複数ある。まあ、やっぱこれは大学の授業とかのせいで、まあ、俺は偶然オンライン中心の時だったから、別にオンラインでパソコンつけながら勉強してたからよかったけど、多分、今後ね、対面授業中止になってくると、本当にそういう参考書をもう大学で堂々と開いてやる図太い、精神の人ならいいんだけど、まあ、俺はちょっと気にしちゃうタイプだったから、やっぱりその大学のいる時間とか、勉強時間の確保、あとは課題とか、レポートとかもね、やっぱ意外とウェイトはあるから、ちょうどだから期末とかだと試験直前で、本当にウェイトが重い課題が出るから、やっぱりその勉強、俺は単位を取れって言われてたから、勉強の前に大学の課題とかやってたんだけど、もうそのせいでね、勉強時間が短くなったりとかあったんで、やっぱりそこは、仮面浪人すごいデメリットだと思います。予備校とか行ってるやつはもうその大学の受験勉強だけをやってればいいけど、仮面浪人を選んだ親から単位を取れって言われた場合は、やっぱりその大学の勉強もやらないといけないんで、その二刀流なんだよね。はい。そういう面で勉強時間はどうしても限られてしまうっていうのが、仮面浪人のデメリットだと思います。そして最後に仮面浪人のコツについて語っていきます。まあ、俺私立から私立だから、で、そんなに勉強法がどうだろうとか言えるほどの学歴じゃないから、勉強法とかじゃなくて、精神面で、メンタル面、コツ、仮面先に憎しみを持つということですね。まあ、これはどういうことかっていうと、とにかく、やっぱ、いやいや入学すると、本当に、嫌いっていう気持ちがどんどん募っていって、もうそれが、仮面先への憎悪と変わっていくわけですよ。で、例えば、勉強をやる気が出ない日があったとしますよ。でも、そういう日にも、例えば大学に行くと。大学にちょっと行ってみて、大学の校舎を見ると。そしたら、嫌いになればなるほど、その大学の校舎を見るだけで、大学への憎悪が湧いてくるので、その大学への憎悪、憎しみを胸にしまえば、勉強、やる気がない日でも、脱出したい、ここから逃げ出したいっていう思いで、自然に机に向かえるんですよ。だから、とにかく仮面先に憎しみを持って、それで、勉強をするね、力にね、変えられるんで、僕のコツとしては、仮面先に憎しみを持つってことが、大事だと思います。はい。
ということで、今日の動画はここまでです。バイバーイ。